はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシズです、今月号の How to do がは、梅雨時期ということで、この梅雨、アジサイを生けるという、ね、テーマで作品を作っていきたいと思います。アジサイって結構、インパクトの強い花材でもあるんですけれども、今回あえてこのグリーンを使って、なんでしょうね、さりげない雰囲気のある、趣のある、情緒あるアレンジメントを作っていきたいと思います。では、ね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では今日はこちらの器にアレンジメントを作っていきます。なかなかね、ボックスタイプの、ボックスというか、ちょっとボックスタイプのこういう器に、情緒あるね、アレンジメントを作っていきたいと思います。期待してろよ。はい、ではまずこのアジサイを刺していきますけど、こういうタイプの器の場合は、アジサイってこうやって花が密集してるんですよね。これ一個ずつに分けてこういうような状態にして刺していきます。ただこれでもね、ちょっとまだ花が高い場合はワイヤーで、アジサイのここの部分ですね、ここの部分をワイヤーでこのようにツイスティングして刺していきます。はい、これ大体1本のアジサイでこのように、何でしょうね、こう分解してまた再構築するんですね。このような形になっていきます。はい、次にこのビバーナムを入れていきます。これもね、アジサイっぽいこういう花材なので、これに合わせてね、アジサイっぽく出していきますね。はい、これでなんかちょっとアジサイがアジサイ深くなるって、なんていうんですかね、奥深くなるの分かります？はい、次にここでユーカリをね、入れていきます。このユーカリがちょっとこう入れすぎたり度が強くなったりするとこう嫌な感じになっていくんで、ちょっと要注意ですね。はい、次にこのキキョウランを入れていきます。キキョウランはこう一つずつにパーツに分けて入れていきます。こう丸めてホチキスで留めて刺していくのと流すのと作っていきますね。はい、ここでフランネルフラワーを入れていきます。はい、こちらでフランネルフラワーが入りました。はい、ではここで少しね、メインのアジサイを足していきます。はい、では今回のアレンジで唯一の色であるエビデンをね、入れていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなか趣があって、梅雨といっても初夏ですから、初夏っぽい感じに仕上がっていると思います。ではまた次回も素敵な作品を皆さんと一緒に作っていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time.
はい、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。こちらが見えてないスマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。では一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。よろしくお願いいたします。